ワンピースのアンチに答えてみたーちょっと待ってください、ちょっと待ってください。小雪 Vlog でね、やってますけども。小雪オーログ。オーログワンピースのオーダー。はい。今日はですね、ワンピースってやっぱ26周年ですか、今年で。あ、そうですね、もう。そんだけたくさんやってたら当然アンチも湧くんですよ。はい。この小屋と屋にすらアンチが膨大に湧いてるのに、はい。長いことやってた作品の宿命だと思うんですよね。はい。なので、そんなアンチに一個ずつ僕は代わりに答えていこうと。公式でもないのに。そう。ワンピースのアンチをする人たちって、裏を返せば、すごいファンなんですよ。ファンがゆえについていけなくなっちゃって文句言っちゃったのかなって思うんで、僕は愛があると思ってるからこそ愛で返そうと思ってるんです。はいはいはい。今日ミョンがですね、ネットに巷に転がるアンチをですねまとめてくれたということなんで、はい、それを聞いて僕が即答していくということでやってまいります。はい、お願いします。それではまず一つ目のアンチから。はい。後付けが多いんじゃないの。この方はちなみに、うん、覇気だったりとか、うん、ミカを挙げられております。どうですか。俺もそう思うもんな。そうですか。そう。でも、よくしよっちゃった。でもアンチではないんですよ。アンチではない。そう、だから後付けで何が悪いんですか。あー、なるほど。人生後付けじゃないですか、世の中。結局のところ、うん、後付けでも面白くなる、これが条件なんですよ。間違いない。例えば伏線回収って一つのワンピースの魅力ですけども、うん、これがじゃあ他の作品に出てることって何かって考えたら、うん、ハンターハンターの富樫先生とか、はいはいはい、進撃の巨人とかもそうですよね、うん、彼方のアストロとかも僕はかなり伏線が好きな作品なんですけど、はい、ああいうのってめちゃめちゃ最初に作り込んでおいてやると、うん、いうこともあると思うんですよね、うん、でもワンピースって常に最新のトレンドを取り込みながら走り続けている作品なので、考えてる暇あんまなくないって思っちゃうんですよ。なるほど。そう。でもそれが偶然伏線になっていたりとか、あとあとそれが回収された時に作者も意図してないところで伏線だったこともあると思う。はいはいはい、はい、後付けの何が悪い。セルフエコー出た。後付けではって言ってる人たちは何が悪いかを言えてない、実は。あ、そう、後付けだから悪い理由にはなってないじゃん。なるほど。個人の感想で終わっちゃってるところ。そう、だから作品が面白かったら後付けだっていいじゃん。後付けが上手すぎる作者だってすごいことだと思うんですね、それは。だから僕はもうリスペクトしかないんで、うん、愛を持って返そうと思うとなんか寂しいんじゃないのって思っちゃう。なるほどね。はい。じゃあ2人目のアンチ。はい。話が長すぎるんじゃないですか。もう103巻超えて、今収録時は1071話です、ジャンプで最新が。そう、今104巻まで出るのかな。そう、104巻までも出てて、うん、はい、そうで105巻がね3月に出ると発表されましたけども。そうですよ。長くて何が悪いんや。そう、まあ、それはそうなんだよな。そう、話が長いの、うん、それは分かるけど、それは唯一文句言えるのは、今から戦場に行く兵隊と後先短い人だけ。後先短いっていうのは寿命とか病気も含まれます、これはね、うん、でもそういう人たちはエースが最後ね、一つ心残りはあると、はい、お前の夢の果てが見れないことだと言ってましたけども、うんうんうん、ルフィが海賊王になる姿、ルフィが夢の果てに到達するところ、もしかしたら見れないかもって思う部分で、話が長いから早く知りたいは言えると思うんです、僕はね、はい、だってワンピース26周年ですから、おじいちゃんおばあちゃんになってからワンピースにハマった人はさすがにあと数年でって思うかもしれないから、うんうん、生きる希望にもなってるんだけど、反面心の声もできちゃうからボソって言っても分かる、うんうんうん、だからツイッターとかでアンチ活動してる人は、はい、男性だったら例えば田中二郎かっこ89とかそういう人たち言ってもいい、文句を、はい、でも若者とか、うん、僕らみたいな年代が文句なのおかしい。校長先生の話みたいに、なんでこの時間意味あんのかなみたいな時はあるかもしれない、はい、世の中にはね、はい、でワンピースは無駄なこと一切ない。おー、なるほど。長ければ長い分だけ必要なものなんですよ、それは。はいはいはい、っていう風に思うけど。なるほど。うん。話が長くたってさ、その期間飽きてたとしても、うん、また戻ってきて見直すことはできるんだから、うん、校長先生のお話みたいに、今その場にいなきゃいけないわけじゃないでしょ。長ければ長いほど自分で好きなタイミングを見て見れるんだから、うん、ありがたい選択肢が増えてるだけや。まあ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 。はい。なんでもいいけど、校長先生とは違うの。校長先生、気合い出すな。うん。ね。はい。優作もそうだろ。そうですね。どういうお日柄もよく。話長いタイプの人がちょっと黙らせるんですけど、うん、
後先がちょっと短い方ぐらいしかその文句はあんまり有効な味ではないよという、うんね、だって話が長くなってさ、その分いろんなエピソードが増えるんで、得することはあるけど、短くなったら得することはないんでね、実は、うん、損することがない分長い方が得じゃんっていう理屈。じゃあちょっと3人目の方は、はい、アニメのアンジの方はね、うん、そのじゃあ話に長いにちょっと繋がってきますし、何主人公が出てこない回想が長すぎる。俺も思ってるもん。それは思ってんだ。でもそれはアンチなん。アンチですね。テンポが悪い、ある程度好きだったけどアンチになっちゃった人の意見ですね。なるほどな、うん、だからルフィのファンなのかな、その人は。まあ、ルフィの戦いが見たいのに、うん、ね。100% その人の好みに合う作品って存在しないじゃん、うんうんうん、過去の名作たちもさ、終わっているからこそ名作であって、はい、現在進行形のワンピースにとったらルフィの冒険っていうのは完結した時に初めて評価ができるものだと思うんですよね、はい、そうだから今物語やってる最中にルフィの出番が多いか少ないか分からへんやまだ、うん、こっから先ルフィしか戦わへんかもしれない、うんうん、もしかしたら俺が倒すって言いながらシャンクスだろうとイム様だろうとボコボコにする可能性もある。逆にそうなったら他のキャラのファンはなんか最近ルフィばっか戦ってる。いや、まあ、主人公だからそれは思っちゃうかもしれないよ。でもたくさんのキャラがいるからこそこんだけ盛り上がってるワンピースの魅力の一つだから。なるほど、それ仕方ないと受け入れよ。僕個人の意見になっちゃいますけど、はいはい、うん、ワンピース初めて買った巻が31巻って言いまして、うんうん、ノーランドとカルガラの階層がもう8割ぐらい占めてる巻で、僕もう悟りとの戦いでわっどんなエネル戦うんだろう、買おう単行本って思ったらずっとおじさんたちがこうあの疫病と戦ってるみたいな話だったのもあるんですよ、はいはい、この人の気もちょっと分かりますね。分かる。テンポが悪いっていうのは、うん、多分初期の頃が良すぎたから、うん、余計に今が遅く感じるんじゃないですか、ね、それは、はいはいはい、100何話超えで、ね、一遍に対してそう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 、今なんか和の国が最長ですよね。そうですね、4年以上やってたんでしたっけ、うん、あんだけのキャラいてあんだけの歴史背負ってたらそれでも短く終わった方じゃないですか、うんうん、本当はなんかこのキャラ何のためにおったみたいなキャラたくさんいるから、はい、プロブジュと雷蔵の因縁とかなんかペラーってなんかアスリーみたいな終わっちゃったりもしたし、もっと飛び六本一人ずつについて、それこそウルティとペータンとか、はいはい、お父さん誰なんとかどんな背景があったの知りたかったけどないじゃん。あれでも削ってる方なんでしょ。そう、削って削って削りまくってあれなんだからすげえ、まだテンポいい方なんだ。割り切ろ。三国志とかさ、歴史的なものってアホほど長いやんか、はいはい、それを今見てるんだよ。そう思ったらテンポいい方だと思うよ。なるほど、うん、続いて、うん、4人目のアンチの方、はい、根本的なところです。アンチなのかすら分かんない、うん、絵が苦手です。いや、ミンゴじゃん。ミンゴとはワンピースは絵が嫌い。それはなんかすまんって感じじゃない。すまん、うん、苦手な絵ってあるよね、うん、それはね、うん、あんま比較する必要ないと思うんだよね。そういう人って誰々はとかって言うじゃん、はいはいはい、ただ鳥山明先生は神だよねとか、あ、はいはいはい、やっぱナルトの作者の岸本先生はすごい作画がいいよねとか誰かと比べんじゃん。いつも自分が好きか嫌いかは別にどうでもいいんやけど、比べることでなんかその人を陥れるみたいなことは良くないんじゃないですか。ちなみにその苦手な部分を聞きたい。どんな絵が苦手なんですか。例えば目とかじゃないですか。あ、目、うん、だってこのよく言われるじゃないですか、うんうん、ワンピースやった時とか結構大きい目とかが主流だったのに、うんうん、目が点っていうのがある意味斬新だったという。あ、まあ、所さんみたいなもんね。所さん、うん、目が点ね、うん、びっくりしたら流すとこだったわ。目が点なところも井上先生も褒めてたし、はいはい、それも個性の一つなんで好き嫌いは出てもいいと思うんだけど、うん、文句を言う必要がないと思うんだよね。世の中にいるさ、うん、男子女子の好みと一緒じゃなくて、ショートヘアが好きな人もいれば、ロングも好きな人もいるように、でも自分がショートカットの女の子が好きだからってロングの人のことを人格否定みたいなことないじゃん、うん、それそっちの好みな問題だから、絵が嫌いっていうのも別に強制的に 見させられるものでもないんだから、はい、文句を言う必要がなくないですか。なるほど、わかりました。そう、ちなみに妙な苦手な絵ってあるんですか。その苦手な絵、グロテスクな絵は苦手ですけど、大体でも、はい、大丈夫ですよ僕は。なんかよくさ、その進撃の巨人のね、あ、言われるじゃないですか。僕結構進撃の巨人苦手かも。そうだよね、うん、僕進撃の巨人はこの漫画がすごい大賞がなんかあるやん、毎年、はいはいはい、あれに選ばれる前から俺読んでるんですよ、はいはいはい、あれって3巻ぐらいの漫画が大賞だと思うんだけど、はい、1巻自体俺もう読んでたんですよ、はいはいはい、なんか奇跡的に好きで、奇跡的に、そう、俺なんであれ好きなのかって思ったら、絵柄はあんまり褒められてなかったね当時はね、うん、で俺構図なんだよね。
おお。そう、その時に思ったんですよ。絵のうまさよりも構図の方が大事なんだと。なるほど。面白い話を作れても構図がうまく描けなかったら売れないと。うん、もちろん絵が上手い人って世の中たくさんいると思うんだけど、そういう人たちが全員売れるわけじゃないのは構図ってめっちゃ重要なんだなと。なるほど。逆に絵がちょっと下手でも構図が上手かったらもう日本代表する漫画ですから、進撃の巨人もあんなにいけるんだっていうふうにすごい思ったね。なるほど。そうだから自分が受け入れられないけど、なんでこの漫画や作品は流行ってるんだろうって考えるきっかけにもなるから、自分が苦手なものや嫌いなことって冷静に考えるとめっちゃ自分の成長につながるんだよなと思うんですよね。最終的にアンチを成長させようとしている。そう成長してごらん続いてのアンチいいですか。どうぞ。5人目、はい、ワンピースに出てくる女のキャラクターのスタイルが異常で、うん、それを可愛い綺麗って言ってる男子がキモいっていうアンチ。ほっといてくれよダメなん。この人の意見ですから。これは可愛いけどな、ナミとか可愛いですけど、ちょっとスタイルが人間離れしてるキャラクターいるじゃないですか。ちょ、人間離れしてるものこそが漫画の真骨頂じゃないの。そうなんですけど、だってそのリアリティを求めるんだったらさ、違う作品でも見れるし、現実世界の女の子を追っかけときゃいいじゃん。そりゃあまりにもみんなすごいフォーマンバディ、うん、それもなんか作者さんのなんか好みが出たり、好みが出ちゃった、いいじゃないですか。もう個性であって、個性で、そんなこと言ったらさ、ワンピースの世界なんか大体2メートル超えの人たちばっかりでそれはそうだな。魚人も出てくるし、巨人も出てくるし、羽の生えたやつも出てくるし、なんなら太鼓背中に生えてるやつもいるからそれはじゃあ何なんですか。もうそこまで言えない、これは何も言えないですね。だから意外と現実主義というかリアリティよりの考えなのに、そこに人に対しての期待を重ね合わせるからそのギャップが生まれるわけで、はいはい、なるほど。僕は一漫画の作品としか見てないから、はいはいはい、そう思う必要なくないですか、うん、if の世界というかこの地球上で起こってることじゃないんだから、そんなリアリティを求めるものを漫画に押し付けるのはエゴじゃないですか。エゴです。まあワンピースの世界、角とか生えてる人たちも人間っていう扱いにはなったりしますからね。そう思ったらまともな人間生きてるのイーストブルーだけやで。ほんま。でそれがなんかワンピースの良さなんですよ。その置きに行かないところで突き進むところが、天才尾田栄一郎先生の世界でギネスを取るほどの漫画家になられるゆえんやと思うから、うんうん、はい、それを否定するのはちょっと違う気がしちゃうんだな。わ、はいはい、かりました、はい、6人目のアンチの方めっちゃ順番並んでるやん、はい、読もうと努力された方っぽいです。ルフィがあまりにも空気が読めないので見ててイライラする。これ僕思ったことないですけど、この意見を聞くとそうなんだって思って。僕はあるからね。ある。でもあるっていうのは、はい、自分が大人になったからだよ。おお、なるほど。そう、ワンピースって中学校の時に始まったんだけど、当時は思わなかったもん。むしろ面白いとかもっとやれとか、はいはいはい、なんでこれそうなんだろうって周りが変に思うぐらいルフィに共感してたから、はいはいはい、でも大人になるにつれてなんてゾロっていいやつなんだとか確かにな、サンジでだらしないかもしれないけどめちゃくちゃ正論だよなとか思ったりするから、うん、自分の成長がルフィと違うだけのことであって、はいはいはい、ルフィは永遠のね17歳19歳なわけで成長してないわけじゃないですか、うんうんうん、強さはどんどん成長してるとしても。でも自分が成長したことを漫画の主人公に押し付けるのは違くないって押し付け思っちゃうから、それはしょうがないよ。でもそれを見て今の子供たちは笑ったり応援したりするんだよ、ルフィを見てね。でも一番ルフィが主人公なんだよ。周りがそれを助けれてまともだったらいいんですよ、大人が、うんうん、俺らが大人になったんやって。それはなるほどね、しょうがない。それはね、この方は大人になってから読んだっぽいってことですね、うん、なるほどね。そう、でも最後の最後ルフィは全部うまく辻褄合わせてくれるやん。確かに、ルフィしかできないことをちゃんと最後にやり遂げてくれるから、うん、いいんですよ。世の中だってそうじゃないですか、全部一人だけで回ってるわけじゃないじゃないですか、はい、最後の最後自分の役割をちゃんと果たせれたらそれでいいんですよ。途中がどんだけねイラッとしたとしても。はいはい。続いて7人目の方、はい、海賊なのに海で戦ってないってこれ詐欺じゃないですか。俺もそう思うよ一回毎回小池さんを受け入れるんですね。じゃあアンチの気持ちはめっちゃわかるから俺もめっちゃわかるよそれは。海賊っていうのはそのワンピースの中の海賊のお話であって、はい、僕たちの現実世界の海賊じゃないんだから、うん、そもそも違うくないっていう、うん、
でも海賊らしく海戦はもっと見たいっていうのは素直に思う。でもなんか海戦やったら本当に魚人がいるところが一番強い気がするんだな。能力者っていうものがあまりにも海に苦手すぎるから、でもやっぱ島でのさ出会いと冒険とかっていうのがありきでやっぱワンピースあるから、海ばっかやっててちょっと今なえぽよーってしてるのがハンターハンターだ俺は。そう、それはバランスが大事よね、はいはい、うん、でもなんか海の上だけで完結する話がちゃんとあってもいいかも。あー確かに一生分ぐらいね、うん、うん、でもなんか大事なシーンは船でしたりするやんか。例えばシャンクスが白ひげの船の上でお話しされてた、ああいうの見るとあ海賊だなと思うんだよね、うんうん、だそういうシーンがもっと間に見れたらいいよね、はい、とは思うね。なるほど、うん、分かりました。8人目、はい、年末にかけて歌のゴリ押しがしつこい。分かるわ、分かるって言わないで。これはもう分かるって言っちゃダメなんですよ。分かるんだけど、いいじゃん、可愛いんだから。いいワンピースのキャラの中で一番好きなのってナミなんですけど、はい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 、の原作の中で、うん、トータルして考えて映画も含めて考えたら、これ歌がいっちゃ好きなの。本当？マジで。そう。歌の魅力をたくさん知ってもらうためにゴリ押しするのは、僕推しとしてはいい。なるほど。別に気持ちが悪い句はない。全然。なんでダメなんですか？ここまで並んでた7人の方は、うん、ワンピースが嫌い、ちょっと苦手って気持ちがある状態で、うん、広告とかでも結構あるじゃないですか、うんうん、見て、わっ、ワンピースだって思っちゃうから気分を害してるじゃないですか。でもさ、蓋を開けてみたらね、名塚さんの声もめっちゃいいし、演技めっちゃいいし、アドさんの歌もめっちゃいい。超良かったっすね。そう、だから結局ゴリ押しされても、うん、それを覆せるほどの実力があるんです、うん、あの2人は、まあ、もちろん、ね、あの2人プラス小田先生の絵ね、うんうんうん、は実力があるんですよ、うんうん、でもいたじゃないですか、昔あのプロペラ的なことやってゴリ押しされてちょっとあーみたいな。誰ね、名前はあれですけど、プロペラ、プロペラの。でもなんかそういうゴリ押ししても、はい、実力がなくって、はい、消えちゃう人ってもったいなくって、それで YouTuber にも同じようにあって、はいはいはい、例えばコラボの依頼って結構来るんですよね、うんうんうん、小焼きスタジオとかって今85万人いて平均再生数で30万再生以上されてますけど、300万払おうからコラボしてくれってそのとある YouTuber さんに言われたとしても、その YouTuber に実力がなかったら一定はその動画を伸ばすことはできるんだけど、ファンはつかないんだよね、絶対に。だから300万出し損なんだよね、それって。だからご利用しようしてもどうせその後に実力がなかったらいなくなるんですよ。でも歌は残り続けるんですよ。びっくりするぐらい新時代流行ってますもんね。そう、今これが答えなんです、世の中、はいはいはい、こんだけご利用しようしてもワンピースの歴代興行収入1位取ってるし、アドのそのランクは全部チャートに入ってるし、すごかった。これはご利用しして一時の数字は伸びるんだけど伸び続けないんだよね、絶対に、はい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 、でそれ今伸び続けているのは名塚さん、アドさん、小田先生の絵、トイアニメーションさんたちの努力、主演者の努力によってできてるから、負けを認めざるを得ないよ、これは。なるほど。そう、ご利用しをしていることに嫌な思いになる人は分かるんだけど、はいはい、結果出ちゃってるもん、これは。ずっと今でもね、うん、ランキング音楽の上位に歌の曲入ってますから。なんか、音楽の賞とかでお金払って取れんじゃないの、対象がみたいなのあるけど、どうせ実力なかったら消えてくんで、うん、でもご利用しされてもそれを覆すほどの実力がある人は、すごいよ、マジで。うん、と思います。では、最後のアンチの方、はい、この企画自体のこと言ってるんじゃないかって、うん、ワンピース信者がだるい、俺もだるい。いや、それはよくない、ワンピース信者側じゃん、もはや。俺は、でもどこまで行っても客観的にしか見てないんですよ。僕は、世の中のそのワンピースマニアと言われてる人たちと唯一違うのは、うん、いいものはいいし、悪いものは触れない。あー、はい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 。そう、僕はあくまで原作のファンなんで、うん、フィギュアとかめっちゃ好きだから集めるけども、うん、全部が全部いいいい言わないんですよ、ワンピース周りに。あー、なるほど。それってすごくなんか自分はそうワンピースの良さをみんなに知ってもらいたいなと思っている以上すごい大事なことだと思っていて、良くないものでもいいいい言ってしまったらもう終わりだと思ってるんですよ、はい、興味ないものはやらないって思ってるんだけど、それが愛がないわけじゃなくて、うん、自分が納得できてない、面白くない、良くないと思ってるものをやっても伝わるんだよね、みんなには絶対に、うんうんうん、だからそういう意味で俺信者じゃないんですよね。なるほど。全部を肯定しないんで、うん、これダメなんですかね。小ヤッキーさんは信者じゃないですね。世の中のなんかワンピース信者って何でもいい言うから多分離れていっちゃうんですよ、周りが、うん、本当にいいと思うところだけを相手の立場に立ってお話できたらもっとなんかいいなと思う
っちゃうんですよね。それもさっきのなんかゴリ押しの剣と似てるのかも知れないけど、ね、うん、確かにいいと言ったことで知らない人に届く可能性があって、その知らない人が好きになる可能性もあるから、言った方が絶対いいのは間違いないんだけども、何でもいいいい言うすぎると、いやこの前まであなたこれいいって言ってたじゃんとか、信用のない人間になってしまうなるほど、ね、僕はあと作品っていうのはマニアが潰すものだってやっぱ思ってるんです。あ、はいはいはい、そう、作者の小田先生はこう思ってるからこうであるとかっていう変な決めつけみたいなじゃなくて、純粋に作品がおもろいか面白くないかしかないのに、評価基準なんかはそれに対して何でもこう肯定しちゃうのってあんま好きじゃないなっていうのは思ってます。まあ、小田先生は神なんですけど、神信者やいや、最後しっかり信者になった、本当にすごいと思ってマジで天才だなと。だからまあアンチの全部わかる、全部わかるんだけど、その中の一部分であって、はいはい、全部がそうじゃないんじゃないのって思っちゃうんだよね。もちろんなんか話によってはあんまり話進まなかったな今週はって思う時もあるけど、改めて単行本で読み出したらめっちゃおもろいやんっていう時も、そうですね、あくまでも一つのストーリーとしてその一つの話があるわけで、点で見るんじゃなくて線で見た時にワンピースっていう物語の素晴らしさをわかるのは完結した時だ、やっぱり、はいはい、アラバスタが盛り上がりすぎて空島に離れた読者が多いって言うけど、ちゃんと完結したら空島ってめっちゃおもろいし、物語が進むにつれてまたエネルが再登場とかしたら、あの時ってこういう意味だったんだってどんどん分かって答え合わせをしていくと、空島なんなら一番面白いんじゃねえのってなってきたりもするかもしれない。なるほど。いいか悪いかは完結した時に分かるんだって、今はただただ信用して小田先生を楽しんでいくことが一番ベストだよ。なるほど。そう、騙されたふりして楽しむの絶対いいよ。食わず嫌いになってる人もね、なんか意固地じゃないですけど、引っ返せないところになってる人もいると思いますよ。そう、もったいないから一緒にワンピース楽しもうと思っております。はい、という感じで、はい、9人のアンチ大臣ね、選ばれし9人が、はい、確かにどれもね気持ちは分かる、分かるよね、分かった上でね、我々はそこも含めて楽しんでるありますね。そうだよね。だからみんなはお金を出して単行本買ったりジャンプなんていうか言う権利はあるよね、はい、言う権利はあるけど、あんまり文句ばっかり言いすぎてもさ面白くないから人生ね、うん、はい、ということで小焼きオーログ、小焼きオーログですね、はい、楽しんでいただきましたでしょうか、はい、取り扱ってほしい情報とか皆さんの好きなエピソードなど聞かせていただきましたら嬉しいので、コメント欄にどしどし感想なども書いてくださいませ。チャンネル登録高評価よろしくお願いしますね。それではバイ、ありがとうございました。